神奈川県人権啓発センターに時々ね、自分の子供が付き合ってる相手がどうも部落住民らしいみたいなね、相談が来るんですよね。じゃあその部落ってどこなんだって聞くと、大抵部落じゃないんだけども、たまにね、あ、これはガチ部落だな、しかもこれニコイチの住民だなっていうこともあるわけです。じゃあどうすればいいですかというふうに聞かれたらですね、結論から言うと、本チャンネルに登録して部落田んぼ動画を見ていただいてですね、でなおかつこうできれば部落田んぼを実践して理解を深めていただきたいというふうに思うんですよね。人間ね、得体を知れないものが一番怖いんです。分かっていけばだんだんとね、そのね、恐怖感というのもなくなるわけです。じゃあなんでその部落だからっていうことでね、そのいやどうしようかなみたいな話になるのかっていうと、やっぱりね、最近水平社宣言100周年とかいうことで、いろんなね、メディア、朝日新聞、毎日新聞なんかが、もうあからさまな提灯記事、プロパガンダを流してるけども、あれってね、本当にね、良くないと思う。偏見、差別を広めてるあっちの方がよっぽど。だって、その出てくるね、部落出身者っていうふうに自称してる人が、明らかに異常じゃないですか。異常でしょ？自分はなんか解放子ども会で学びました、ね、で付き合ってる相手に部落出身だっていうふうに言ったら、気にしないよって言われて、それで軽くあしらわれたような気がしたとかね。いや、明らかにおかしいでしょ、こんなことを言ってる人は。でそういう人って実際じゃあ部落の住民の何パーセントいるかみたいな話ですよ。ほとんどの人は感覚は何もね、変わんないです。この動画を見てる人と、やっぱし解放同盟怖い、関わりたくない、全国連はもっと関わりたくない、その役所なんかのね、童話の行事とかうざいっていう、まあそういう感覚ですよ、ほとんどの人は。だから部落に住んだから、ニコイチに住んだからっていうことで、何かその脳みその構造が変わるっていうことはないわけです。何度も言うんだけども、やっぱりメディアってね、プロパガンダを流すんです。明らかに嘘を流すんですよね。あのロシアのウクライナ情勢でもわかるでしょ。あれでもやっぱりそのメディアの言うことを信じないでって垂れ幕出した人がいますよね、プラカードっていうか、うん、だからそういうものなんですよ。やっぱりこの特に日本ではこの部落問題に関しては本当に嘘というか、あるいはごまかし、あるいは大事なことを報じないっていうことがあるわけです。それをこのチャンネルはですね、ちゃんと証拠付きで出してるわけです。その証拠物件もあるし、この前なんかその証拠の音声なんかも公開したしね、明らかに童話行政についておかしなことが行われてる。そのメディアに出てくるその部落問題とはこうだって語ってる人は、もう明らかに偏った考えを持ってるごく一部の人にしか過ぎないっていうことなんですね。じゃあ部落の住民はニコイチの住民だからって言ってて、あの気構える必要はないわけです。それはやっぱりほとんどの人はまあごくごくね、我々と同じ普通の感覚を持ってるわけです。ただたまに一部そのおかしな人、それはどこにもいますよ。なんかこう陰謀論に取り憑かれてる人とか、明らかにこの心の病を負ってる人とか、こう信仰宗教にどっぷり使ってる人とか、そういう人はまあどこにでもいるわけで、まあそういう人とはやっぱり関わりたくないっていうことでいいんじゃないかと、いいんじゃないかなと思うんですよね。ただそうするとですね、問題はそうするとそれをなんかこう差別に結びつけてね、差別だ差別だって言ってくるような人がいるのも、これも間違いのない事実で、まあそういうのは本当にね、もう無視無視、関わらないっていうのに尽きると思います。一方でね、だからそういう人たちにね、肩入れするようなね、このメディアの罪は重いですよ。もう朝日新聞とか毎日新聞とか、そういう部落の中でももうごく少数である上に、極端で有害な考えを持ってる人に寄り添うようなね、記事を書いて、それを延々とこうね、プロパガンダとして垂れ流すようなことをするから、やっぱり差別偏見っていうのが広まるんですよ。だからもうそういうことはもう信じないでください、無視してくださいということです。自分の目で見てね、それで自分で考えてですね、判断していただくっていうのは一番いいわけです。まあでもそれにしてもニコイチ住宅を作ったっていうのも相当罪だと思うんですよ。あれなんかはやっぱり行政の責任ですよね。そういう状態にして分かるようにしてしまったっていうのはね。ただ一方でそれはやっぱ政策としてね、押し付けられた面っていうのがあるので、じゃあニコイチの住民っていうのがそういうものをね、そういうことを支持してるかって言ったら、そういうものでもないわけです。やっぱりね、もう今となってはこのニコイチっていうのもね、なんか古くなって、いやあんましね、いいもんじゃないなというふうに思ってる人もいるしね。でも大抵の人はね、なんかそのニコイチがこう立ち並んでるのが日常の風景になってるので、あんまり気にしてないっていうのが実情だったりはするんですよね。まあ本人にね、実際聞いてみるっていうのもいいかと思いますよ。そのニコイチに入った経緯とかね。やっぱ僕もいろいろ興味のあることあるんですよね。やっぱり例えば香川県のニコイチにはなんで
常にソーラーパネルがついてるのかとかね、いろいろ興味あることもあるんで、そういうのをね聞いてみたらね面白いんじゃないかと思います。ということでね、今日の啓発動画でした。